はいどうもこんにちは、日経カーメです。今回は中間選挙の続報ですね。特にアリゾナ州について話していきたいと思います。本日の英単語は concede.concede Con。これはしぶしぶ事実と認めるとか、落選を認めるっていうような感じの言葉です。認めるっていう意味ではあるんですけど、まあしぶしぶいやいやみたいな感じですね。選挙に関しては落選を認めるっていうことになります。 はい、今回はニュース記事いくつか見ていくんですけれど最初はこちら11月28日付で出た記事ですねコアリソダ州のマリコパ軍がですね選挙結果を認定することにしたっていうことですね、まあ、このマリコパ軍っていうのがですねフェニックスとかを含む結構大きな軍なわけなんですが選挙当日機械とかの問題があったりしていろいろカウントが遅れたりだとか 会場で待ち時間がえらいこととになったりとか、そういうこともあってこの認定が遅れていたわけなんですけれどこの11月28日に認定したっていう話ですね。でこの認定する時にちょっとした公聴会的なものも行ったらしいんですね。で結構ね一般の人たちから不満の声が上がってたっていう話ですね。一般の有権者たち35人がその公聴会みたいなところで話したっていう話なんですけれど 多くの人たちが不正な選挙を認定しようとしているっていうふうに主張したりだとかで今キャリー・レイクの方から訴訟が起こされているわけなんですけれどそういう訴訟とかが解決してから認定した方がいいんじゃないかっていうような声も出ていたっていう話なんですねでも結局この選挙を認定したっていう話なわけなんですねでこのマリコパ軍が認定したっていうことでこの選挙終わったのかっていうことになると実はそうでもないんですね で次の記事、こちらですね。11月29日の記事ですけれど、Kerry Lake doesn't concede after America by county certifies results. それでも落選を認めていないっていう話なんですね。で先ほども言ったように、Kerry Lake は訴訟を起こしているわけですね。で、今起こされている訴訟っていうのは、えー、情報開示のための訴訟だっていう話なので、それ自体がどうっていうわけでもないんですけれど、 ただ、この選挙の結果は認定したことによって、さらなる訴訟を起こす準備ができてるっていうか、それがなかったら起こせなかったような訴訟も起こすことができるっていう話なので、おそらく追加で訴訟を起こすんだろうなっていう話になっているんですね。だから、ここら辺の訴訟とかが解決しない限りは、完全に選挙終わったというふうに、ちょっと言えないっていうところがあるわけですね。まあ、ただ、現段階で、 ギリッギリ、キャリー・レイクが負けてるみたいな感じで認定されているわけなので、ここから巻き返すことができるかどうかっていうのを こう厳しいと思うんですよね。2020年の時もそうだったんですけれど、なんかいろんな訴訟とかね、いろいろあったわけですけれど、結局、その認定された結果っていうのを覆すっていうことにはならなかったわけじゃないですか。やっぱり厳しいもんなんですよね。一旦認定されると、それを覆すのはかなり厳しいところなので、こういう訴訟とかを起こしてどうなるかっていうのがね、ちょっとまだ可能性はあるわけですけれど、でもやっぱすごく厳しいと思うんですね。で、最後にですね、 Trust integrity of elections, shows. こちら、世論調査の結果、アメリカ人の大半がアメリカの選挙をあんまり信じていないというような、そういう結果が出たっていう話なんですね。トラファーググループっていう団体が行った世論調査で、少しだけ信じていると回答した人たち17%、少し信じていないと回答した人が17.9%、強く信じていないと回答した人たちが21.9%ということで、結局43.2% 52%のアメリカの有権者がアメリカの選挙っていうのがフェアであって正確であるというふうに回答したっていうことなんですねだから大半の人たちが56.8%の人たちが完全に信じていないというふうに回答してるわけですねこれはかななり良くない傾向だと思うんですよねこういう民主的な国家においてその選挙の結果が信じられないとかっていうような状況ってめちゃくちゃ良くないと思うんですよ。 結構危険だと思うんですよね。でも民主党とか左翼の人たちとかっていうのはね、それは右翼の奴らが変な陰謀論とかのせいで信じていないからだみたいなことを言ったりするわけなんですけれど、結局今までもね、民主党の人たちが選挙の結果信じていないっていうことはね、結構あったわけなんですよね。例えば2016年の大統領選挙の後にヒロリー・コイントン、何度も何度もトランプが不正で大統領になったっていうようなことを主張してきました。 また、ジョージア州の知事とかでもね、ステイシー・エイブランスが何度も何度も自分の価値だったはずだみたいなことを言って、あの選挙は不正だったみたいなことを言ってきてるわけなんですね。だからね、共和党の人たちだとか、右翼の人、保守派の人たちとか、そういう人たちのせいにするっていうのはね、かなり矛盾していると思うんですね。それよりも大事なのが、この選挙のプロセスがちゃんと なってないっていうところが結構大きいと思うんですよね。やっぱどっかのわけわかんない機会に依存して、その機会が故障したらなんかちゃんと投票できないみたいな状況とかっていうのがこのマリコパ軍で起こったことなので、結果待ち時間がすごく長くなってしまって、 投票せずに帰ったったたたていいいう人たちも大勢いたらしいんですよねそれが本当にフェアなのかっていう話じゃないですかそして郵便投票とかドロップボックスとかっていうのもね本当に安全なのかっていう疑問って結構あると思うんですねそこら辺は そこの州がどういうふうに行っているかっていうところに依存するところが多いと思うので、一概に全部ダメだっていうふうには言えないかもしれないですけれど、結構ずさんな州とかもあったりするので、そこら辺ちゃんと解決しないといけないんじゃないかというふうに思いますね。だからこういう選挙がちゃんと安全にセキュリティしっかりして、正しく行うことができるっていうことが、 そういう体制を作り上げるっていうのがものすごく重要なことなんじゃないかなっていうふうに思ってそうでないとやっぱ選挙の結果に自信が持てないということになると不満を抱いてなんか行動を起こすような人たちとかも出てくる可能性も高くなってくるわけなのでそうなってくるとやっぱ民主的な国家としてはすごく危険な状態になると思いますはいそんな感じで今回は以上となりますぜひコメント高評価チャンネル登録お願いします最後までご視聴ありがとうございました